こんにちは、ゆゆこです。おはこんばんは、マリサです。東京からはるばる知床の羅臼に到着したウプ主。宿から車で迎えに来てくれて、もうのんびりしたいと思います。それでは、ゆっくりしていってね。羅臼一泊目にお世話になったのは、フクロウの宿という民宿です。民宿だから豪華さを期待したらダメだぞ。宿の前にはご覧のように川が流れていて海に注いています。わあ、まだ雪が残っているんだ。バスに乗ってて知床あたりから雪も見え始めてましたね。そして、奥の建物で早めの夕食にしました。これはヘルシーな夕食だな。いろいろと出してもらってどれも美味しかったですね。カニの味噌汁はさすが羅臼と思ったぜ。夕食終わりました。こういうの見ると民宿という雰囲気だな。主にはこういう宿珍しい気がするけど。左の壁に見える写真と関係あるんですけどね。え、写真？はい、フクロウの宿と呼ばれるゆえんです。え、これは？シマフクロウです。シマフクロウ？結構、珍しい鳥じゃないか。実は、この宿の前の川にシマフクロウがよく出てくるんですよ。ひょっとして主、それが目当てか？はい、実はそうなんです。さっきのダイニングルームはこんな観察小屋にもなってるんですよね。これはまるでネイチャーセンターだな。双眼鏡も置いてありましたよ。ただ、主は部屋の窓からシマフクロウを見たいと思ってます。これは期待できるな。宿の窓から見た景色だぜ。正面の組み立てパイプには照明を取り付けてます。え、フクロウを照らすのか？それで大丈夫なのか？シマフクロウ自体は魚を捕らえて食べますが、真っ暗な中では魚を探せないんですよね。え、そうなのか。むしろ日が沈んだ頃の薄暗い時間に活発に動くようですよ。この照明はその頃の明るさに調整しています。でも、そんなに都合よくシマフクロウを見られるのか？それが実を言うと、石をうまく組み合わせてイケスにしてる箇所があるんですよね。そこに前もってニジマスを放流しているんです。なるほど、シマフクロウが来て、ニジマスを捕まえるわけだ。そういうことですね。暗くなって照明が点灯したな。この照明は写真撮影できるように80パルス。つまり1秒間に80回点滅してます。動画撮影では点滅の影響を受けて、見づらくなってますが、どうぞご了承ください。実際に見ると、点滅してるように感じないんだけどな。人間だけでなくシマフクロウにも点滅してるように見えないようです。シマフクロウ、早く来ないかな。宿の人の説明だと近くの木に止まって、様子を見てから、魚を捕まえる時が多いそうです。主、部屋の窓辺に折りたたみ椅子を持ってきてずっと待ってたな。し、静かに。今、飛んできましたよ。え、どこにいるんだ？木の枝に止まっています。わあ、確かにこれは。木の枝に止まりながら、池の方を見てるようですね。正直、ふわふわしてる塊がいるのはわかるけど、ちょっと動画だとわかりづらいな。その点は夜の撮影なんでご了承ください。まあ、上流から飛んできて、さっと枝に止まったんですけどね。でも、体は大きそうじゃないか。カラスよりデブってる感じだな。飛んだぞ。ニジマスを捕まえたようですね。ちょっと周りを見渡して警戒してるようです。あれ、ニジマスは食べないのかな？と
飛んでいっちゃいましたね。最初に現れたのが7時20分頃、その10分後にまた現れました。シマフクロウ、全長約70センチで日本で最大のフクロウです。町のカラスは55センチだから、かなり大きいな。またニジマスを捕まえましたね。相変わらず、周りをよく見ているな。観察小屋でも照明を消していたんで。主も真似して部屋の照明は消しているんですけどね。部屋照明も明るさ調整できるようになってたから、シマフクロウに気を使ってるのかもな。またニジマスを加えたまま、上流に姿を消しました。そして、また10分してのご訪問だぜ。ずっと窓ガラス越しの撮影だったんで、今度は静かに窓を開いてみました。少しははっきり見えるかな？1回目の時だけ木に止まって様子を見て、次からは直接池に飛んできてましたね。だんだん警戒が薄れてきたのか。またニジマス狙ってるようです。捕まえたぜ。そういえば、羽を広げると最大で 1.8 メートルになるそうですよ。今、通りで池が小さく見えたわけだな。闇の中に消えていったぜ。お、また来てるな。夜の7時台に3回、そして今回11時半に現れました。今まで川上から飛んできたから、今回もそうだろうと思ったら、いきなり宿の上空から現れたよな。主の頭の上から飛び出してきた、という感覚でびっくりしましたね。それと宿の人の話だと子育て中らしくて、どうも家族のために魚運んでるっぽいですね。道理でニジマスを加えて、上流に飛んでいくわけだ。やっと1匹自分で食べた気がしましたが、どうでしょうね。どこの世界も親は大変だな。このシマフクロウ、1980年代には北海道で70羽ぐらいまでしかいないと思われてました。巣穴になる大木がなくなったりしたので、代わりに巣箱作りなどの保護活動で、今、やっと160羽になってきたという話だぜ。まだ安心できる数では全然ないですけどね。でも、人が食べ物を与えることに否定的な意見もあると思うけど、主はどう思うんだ？過去に絶滅して日本から消えた鳥にとき、コウノトリがいますが、あの頃は絶滅から救うノウハウもなかったでしょうし、結局、時は中国から、コウノトリはロシアから日本に移して、復活させてますよね。正確に言うと、復活途中だろうけどな。日本で完全にいなくなるなら、保護策としての給仕もありと思うし、実際に保護対策としての給仕をしてる場所もあるようです。また、暗闇の中に戻っていきましたね。なお、シマフクロウは神経質な鳥です。繁殖期など巣のそばに行くと抱卵を中止して姿を消す時もあります。常識のある行動をしてもらいたいよな。宿では夜に車で来て、フクロウがいたら、車で待ってもらうようにしてるようです。駐車場から電話してもらいたいというルールがあるようだぜ。宿の指示に従って、楽しいウォッチングにしてください。じゃ、もうそろそろ寝ようか。そうですね。おい、ゆゆこ、起きろ。
なんです?どうしたの?今、キツネが歩いていたぞ。え、どこにいるの?いや、もう行っちゃったぜ。いや、絶対にゆゆこのことを馬鹿していないから。あ、ほらほら。あら。本当にキツネですね。川岸の向こうにいますよね。さっきはすぐ窓の近くを歩いていたんだけど、あっちこっちよく動いているな。あれ、これはひょっとして。うん?なんだ?ニジマスがいる池を気にしていませんかね。おお、これはニジマスを狙いに来たな。結局、ニジマスは捕まえられなかったぜ。夜のうちにシマフクロウが全部捕まえたのかも。この後、かわいそうなキツネはとぼとぼ山に帰ったとさ。では、もうそろそろこの辺で失礼しようと思います。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。